皆さんこんにちは、ブロガーのカサコです。アナと雪の女王2がいよいよ映画公開されたということで、皆さん YouTube でね、しきりにカバーを歌っておりますけれども、どのようにしてカバーを歌ったらいいのか、演奏したらいいのかという簡単な方法を教えます。まずはですね、検索エンジンで、レッドイットゴー、コードなんていうね、検索ワードで検索してみるといろいろ出てきます。コード譜を開示しているもので、特に私がお勧めしているのは、楽器ミーというね、サイトでして、ここね、何が便利かっていうと、キーを変えられるんですね。原曲キーだともう難しいコードばかりで、とても弾けないって言った時に、プラス1とかプラス2とかプラス3とかしていくと、非常に弾きやすいコードになります。で、その弾きやすいコードになったら、それで弾けばいいと。楽器ミーでやった場合ですけれども、プラス4にすると非常に簡単なコードになります。で、これをもとにですね、弾いていけばいいんですけど、当然そのコードを変えた時に音程が合わないといった場合には、ギターであればね、このカポをつければ、音程変えられますし、キーボードであれば、音程をね、変えていけば、弾きやすいコードで自分の音程に合ったものを弾いていけるんじゃないかということです。という感じで、非常に簡単なコードで弾けますので、YouTube のね、再生回数狙いに、ネットで注目を浴びるためには、この楽器ミーというサイトを使って弾きやすいコードで弾いてあげると、ギターでもピアノでも弾けるんじゃないかと思います。